モルドバ空軍のみ -8MT モルドバ空軍は、モルドバ共和国の空軍組織である。モルドバ国防省の管轄下に置かれている。1994年の時点で、モルドバ空軍は1300名の人員と1個、戦闘機連隊、1個、ヘリコプター連隊を保有、加えて、防空ミサイル部隊を組織していた。主力装備となったのはソ連海軍航空隊所属の、 第86新鋭戦闘航空連隊から引き継いだ31機のミグ -29 戦闘機、8機のミマイナス8輸送ヘリコプター、3機のアンマイナス72、ツマイナス134、アンマイナス24、イルマイナス18角1機の合わせて6機の輸送機であった。ミグ -29 は通常のソ連国内向け派生型9.12型、7機に加え、 当時最新型の9.13型24機を含んでいた。防空ミサイルは S-125 と S-200 を装備していた。モルドバ空軍はソイドニエストル問題に絡む紛争で数度の実戦を経験していた。幾度かソイドニエストル共和国を支援するロシア空軍のミグ -29 とモルドバ空軍のミグ -29 が空中戦になったこともあった。 しかし、こうした戦闘ではいずれも、ロシア側が勝利を収めており、モルドバは、数機の戦闘機を失っている。また、対空砲火による、航空機の損害も出ている。紛争中は大いに活用されたミグマイナス -29 で、あったが、紛争が沈静化すると存在価値は、薄れ、国経済の急激な悪化を受けて海外へ売却されることとなった。一期は、 隣国ルーマニアへ売却され、同国空軍でその後10年間ほど運用された。また、一部はイエメンへ輸出された。残る機体は当初はイランへの輸出が予定されたが、イランへの新鋭兵器の流入を防ぎたい、アメリカ合衆国の思惑により、短座戦闘機型のミグ -29S と複座練習戦闘機型のミグ -29 UB を合わせた21機のミグ -29 は1997年にアメリカ合衆国へより高額で売却された。アメリカ合衆国がイランへの売却を懸念した理由としてはミグ -29 及びミグ -29S はソ連国内向け専用型であるため核兵器運用能力を有していると考えられたことが挙げられている。現在、モルドバ空軍は 戦闘機は一切保有しておらず、アンマイナス74、アンマイナス2、ツマイナス 134A マイナス3などの輸送機、ミマイナス 8MTV などの多目的ヘリコプターを有しているのみである。ロシアに対する安全保障として、北、大西洋条約機構諸国や、その他のヨーロッパ諸国との軍事的連携を重視しており、しばしば、NATO との合同軍事演習に、 空軍部隊や人員を参加させている。過去のものを含む。また、必ずしも全ての機体が実際に運用されたわけではない。ありがとうございます。